ですね、食品における食品における天然保存についてお話しします。食品における天然保存というのは、まあ、その歴史から入らなければならないんですね。で、その食品保存における歴史というのは、まず塩なんですよ。で、塩というのは、まあ、塩漬けというもので、塩漬け、まあ有名なので、その生の魚介類を塩漬けにするもの、まあ、イカであるとかエスキモを取る何かとか、サルディーン、いわゆる北ヨーロッパで取れる、海で取れるイワシの塩漬けとかですね。まあ今はその缶詰で煮たものをパッケージしてるので、缶で、そうは言わないんですけど、本来はそれを煮る、焼くものがない場合、生のまま塩漬けにしたっていうもんです。私、今はその瓶詰めでもその長期保存を目的としているので、本来であれば塩漬けって言っても1週間ぐらいのものだと思います。他にはこう開き、アジの開きとかありますけど、あれも塩でまぶしてあって、生の状態であったとしても、もう干物として塩漬けにしてある、干物塩漬けっていうんですかね。そういう開いて魚を、ま、軒先に吊るして乾燥させているものに塩が振ってある。で、それで、干物を塩漬けにする魚類のですね、まあ、これで、まあ、1週間か、冬のその、まあ、0度前後の気温で1ヶ月前後なんじゃないでしょうか。その他には、まあ、塩漬けていっても今はあんまりしないと言いますけど、まあ、牛肉の焼いてないもの、まあ、各家庭で焼くんですけど、まあ、しないです今はね。まあ、長期保存する際に、まあ、今は言わない方がいいかな、保険的に、まあ、塩漬けにして長期保存していた。その他、その長期保存の方法として、まあ、なぜかというと、その冷蔵冷凍庫のない時代に、まあ、1週間ぐらいを目安にしたものだと思うんですよ。そうしないとこう内陸まで運べないですからね、海岸で取れても。すごく燻製、まあ、燻製っていうのはその煙を使って、しかも塩漬けってのは塩味付けっていうんですかね、塩味付けで煙を使うもの。まあ、煙というのはその水を使わないので、その水分でベタベタにならないので、なんていうんですか、バクテリアが入り込まない、まあ、吊るして木材を焼いて煙でいぶして塩で調味したものっていうのは、その、まあ、煮てるっていうわけではなくて、要するに沸騰させたお湯で炊いてるわけではないので、まあ、味も保存されて、内部の中にそのソーセージとかですね、そこに塩で、で、塩というのはですね、皆さん調味料って見たら分かると思うんですけど、塩がこうケースの中に入っていてさ、塩ケースが入っていて、まあ、こんなもので
ちょっと違いますかね。まあ、塩ケース。塩というものがあったときに、ここにバクテリアは普通入らないんですよ。多少水気がかかるとバクテリアが入る場合あるんですけど、なぜかというとそのバクテリアの表面に塩がつくとですね、浸透圧の観点からその細胞がうまく動作しないんですよね。その水分を随時その塩に奪われることになるので、まあ、ナメクジみたいなもんです。ナメクジがバクテリアだとすると、塩に水分が奪われてバクテリアと要するに菌が増殖しないんですよ。天然の保存量とか、天然の保存量なんですよ、塩というのは。もちろん砂糖もそうですよ。砂糖も甘いですけど、やはりその浸透圧の観点からもそうだし、まあ飴玉置いといたらね、アリンコが来て食べに来るんでしょうけど、実際その砂糖が乾燥した状態で、ドライの状態ではバクテリア入らないです。それがその純物のね、濃い濃度っていうんですけど、まあ、濃度も関わってるし、濃度も関わる濃さというか、その乾燥の度合い、ドライであって、まあ、ディープっていうんですかね、ディープって言わないか、なんていうか、ディープテイスト、なんて言いますかね。塩とか砂糖は濃度も高く乾燥もできてれば、これ天然の保存量なんですよ。要するに、それからまあその砂糖分を多くして、いわゆる消毒もできるような葉っぱで巻いておくと、まあ、草餅とかですね、草餅というのはその葉の方に殺菌成分が入っている、まあ、薬みたいな、葉の方にその殺菌成分が入っていることと、中が本に塩味でもその砂糖が多めになっていること、糖分が、でそれで腐らない。これも人間の考えた冷蔵冷凍庫を必要としなかった時代の編み出した人間の方法ですよね。今はその冷蔵庫に入れて1ヶ月保存してもまあでしょうけど、本来は草の方に、まあ、雑草というかその殺菌成分が天然で入っているので、そういう葉物ですね、桜餅の桜の葉っぱであるとか、他さまざまなんとか笹とか、そういうものに甘い餅を巻いて、草の葉でその殺菌をしつつ甘くするなり塩っぽくするなりということだったんですよ。で、まあ砂糖保存というのは他にはこうシロップってあります。シロップっていうと、まあ、常温でやると確かに腐る場合もあるんですけど、砂糖をですね、水で溶かすんじゃないと、砂糖を果汁で溶かすんですよね。本来が果汁というのはそのまあ梅シロップであったり、梅は果物とは違いますけど、その他さまざま、まあ梅干しっていうのもその塩漬けしてるわけであって、その梅干しの残り汁っていうのも、なんていうんですか、梅のエキスと塩の塊でできてるわけで、健康に良かったの。もしくはそのキムチというものも、水とかお湯じゃなくて、白菜の中の水分に
塩があって、その白菜の水分が塩の浸透圧で出てきたものなので、まあ、ある程度の長期保存が可能だった。なぜその水を使わないかと言いますと、水を使うとですよ、雑菌が湧きやすいっていうこともあるんですが、まあ、一つにね、その東南アジアでは水が出にくいんですよ。水が、切れてないんですよね。なのでその白菜の汁をそのまま使ったりとかいうことだったと思います。もちろんその煮たり焼いたりしたとしても、水分がある湿度の高い状態では腐りやすいので、乾燥を守るであるとか、まあ乾燥送風換気のできた倉庫で長期保存する、プラスの冷温庫というようなその冷たいもの、冷蔵庫まではなくても冷えた空気の出るところで保管するとかですね。まあ要するに夏の対策か、まあそのモンスーンの梅雨をベースに考えて、まあ冬でまあ2、3週間1ヶ月持つものを保存食と言ったんですよね。他にもありますよ。塩砂糖の他に酢、まあ、ビネガーもその酒の発酵状態からさらにもっと発酵させて完全な酢になったものですけど、酢もその保存が効くと、要するにその雑菌が繁殖できないんですよね。 100% の酢というのはもちろんありますので、酢の手前のアルコール、まあ、アルコール漬けというのもないですよね。例えば爬虫類を瓶に詰めるときアルコール漬けにして相当効く爬虫類のお酒だとか、そういうもんですよ。なので私はその料理に使うのはですね、濃い味にするわけにはいかないので、イカの塩辛をそのまま食べるわけにはいかないので、なのでその酢を使った、もちろんその酢がねちょっと口に合わないっていう人いるかもしれませんけど、若い人なら、実はその野菜炒めを朝作ったのを夕方まで持たすためだったり、まあその保存の観点から丸一日のね食の、そのためにその酢を使うという意味が本来だと思う。確かにその酢豚というのは美味しいのは美味しいんですけど、その他酢の他にもあります。この胡椒、わさび、からし、マスタードというのも殺菌成分がありますので、香辛料、まあ、唐辛子もね、こういうのはそのこう香辛料としてのある程度の保存量です。その他まあいろんなハーブ類もありますけどね、ローズマリーとかミントとかもあるけど、ちょっとまあ日本人には馴染みが薄いかなっていうことです。でその料理をする際にね、まあ、消化を助けるって意味もあるんですけど、その胡椒があるとその肉の消化を早めるって胃袋も食品的にはその正しい意味なんですけど、なんていうんですかね、味を濃くするんじゃなくて、そうじゃなくてそのバリエーションを持たすっていうんですか、何での酢漬けであるとか、酢漬けにその胡椒を足すものだったり、酢漬けなり砂糖漬けでもそのハーブと合わせるとか、そういうふうにこう保存を試みたりですね、まあ、基本1週間持てばいいじゃないかということですよ。まあ冷蔵庫で1ヶ月持てばいいじゃない、まあ、砂糖漬けのもので果汁と合わせたジャムであるとか、うん、
実際ね思うんですけど、ジャムとかその、まあ、多少保存料が入ったとしても1ヶ月6ヶ月は持つようにできてるんでしょうけどね。きっと皆さん冷蔵庫あまり持ってないですか、一人暮らしの方。それが問題かなって。